1988年ソウル五輪で女子バレー全日本の司令塔を中田組が発した言葉を鮮明に覚えている9月27日ペルーとの準決勝はフルセットの大熱戦に最終セットは日本が優位に進めたが終盤の1・2位の91・3の1・2位の場面で丸山由美、セッター中田と丸山のコンビで。 相手を振り回すのに効果的だった。タッチ攻撃はボールを手のひらに収めるようにしプッシュするプレーボールの動きを止めるホールディングかどうかの判断は審判によって違ったただこの試合第4セットまで丸山のタッチ攻撃で反則の笛は吹かれていなかったそれが大事な局面でいきなりの笛日本は明らかに戸惑い立ち直れず押し切られた以前 私が最も取材しにくかったのは中田だった特に敗戦後は口を開かない時があったそのため時間があればとにかく話しかけた自分の考えと合わない質問はそれは違いますときっぱり否定されたりもしたがソウル五輪の頃には一定の信頼関係が築けたと感じていただがペルー戦後は何とかコメントを取ろうとしても さすががに無言が続いた。会場からバスへの短い時間ショックの大きさを思い諦めかけた時目を泣き晴らした中田はチェコ人主身に対する冒頭の言葉を残しバスに乗り込んだ15歳で全日本に選ばれた早熟の天才は86年に右膝人体帯断裂の大けがを負い再起不能と言われながら必死のリハビリでこの舞台にたどり着いた。 ソウルに一番かけていたと振り返るほど当時23歳にしてバレエ人生の集大成として臨んでいたそれだけに怒りと悔しさが込められた言葉だった中国との3位決定戦は中田と全日本に戦う力は残っていなかった一次リーグで優勝候補のソ連に勝っており金メダルもありえた大会私はペルー戦が その後、長く続く日本女子バレーの低迷への分岐点だったと思っている92年、バルセロナで選手としての五輪を終え、今、全日本の監督としてコートに立つ中田、伝説の残るチームにしたいと就任会見で高らかに宣言したが、東京五輪のメダル獲得へは厳しい戦いが続いている。だが、私は一生忘れないという悔しさを晴らす姿を見てみたい。久しぶ 新一。